2023年上半期インスタグラム流行語ランキング芸能人部門の2位は平野市用1位はご視聴ありがとうございました素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたしますありがとうございますライスカレーは運営する流行先取りメディアペトラルの公式インスタグラムアカウントのフォロワーを対象に流行語 に関する調査を実施し、その結果を2023年上半期部門別インスタ流行語大賞として発表しました。本記事では芸能人部門のランキングを紹介します。多くの人から2023年上半期の流行語として選ばれた芸能人は誰だったのでしょうか。それでは結果を見ていきましょう。丸第2位、平野紫耀。 第2位は平野紫耀さんでした。2015年6月、期間限定ユニット Mr.King vs.Mr.Prince のメンバーに選出された平野紫耀さんは、その後 Mr.King での活躍を経て2018年1月に King&Prince を結成します。同年5月にはファーストシングルシンデレラガールをリリースし CD デビュー。 彼の才能はドラマ、映画、バラエティ番組でも存分に披露され、多くのファンを引き付けています。主演を務めた作品には、映画、ウィラブ、やかぐや様は小倉世帯から天才たちの恋愛頭脳戦、からなどがあります。ドラマでも、2022年の TBS ドラマ、クロサギ、での公演が話題となりました。 歌唱力やダンススキルはもちろん、親しみやすい人柄や性格も Z 世代からの注目を集めたのかもしれませんね。丸第1位、メグロハス。第1位は、メグロハスさんでした。メグロレンさんはアイドルグループ、スノーマンのメンバーであり、2010年10月にジャニーズ事務所に入りました。2019年1月に、 スノーマンに加入し、同年に行われたジャニーズ JR の単独東京ドーム公演にて、シクストーンズとの同時 CD デビューが発表され、2020年に CD デビューを果たします。アイドル活動だけでなく、俳優としても評価されており、2022年10月に放送された NHK の連続テレビ小説、舞い上がれ、や富士テレビ系のドラマサイレント、 での公演も話題になりました。映画も、月の満ち欠け、や、私の幸せな結婚、など、続々と新しい出演作が公開されています。広木田中、ジャニーズ版、表現の自由、に変化、セクゾ佐藤、元キンプリヘイヤーの発言を読み解く。ジャニーズ事務所の人気グループ、セクシーゾーン、佐藤勝都市、26、がコンサートでやめジャニーの名前を挙げ、 ファンから支持されている。退場アイドルに触れることはかつては多ー視されていた。キングピンスのメンバーだった平野潮26も退場直前に爆弾を投下したばかり。所属タレントの発言の自由度が増した感があるが、その背景は、セクゾは10日ライブツアーをスタートさせた。 佐藤がジャニーズを退場したタレント、いわゆるやめジャニの名前を出したのは11日夜公演、静岡、だったという。佐藤と同期でジャニーズに入所した原義隆が同日昼公演を見に来たそう。これを知っていたセクゾのメンバーは同日昼夜公演双方で同期トークを展開したという。夜公演で菊池風間から同期は誰がいるの と話を振られた勝利は、神宮寺、岩橋、と金プリのメンバーだった神宮寺雄太と岩橋玄樹の名前を挙げ、宮近と安倍明嵐と続けたんです。宮近海斗はトラビスジャパンのメンバーとして今もジャニーズにいますが、安倍はジャニーズを退除して7オーダーというグループに所属。勝利は、でもみんな友達だから、とも話したそうで、ファンは感動したようです。 芸能関係者。現役のジャニーズタレントがやめジャニーに触れることは、かねてタブー視されてきただけに、佐藤の発言は驚きをもって受け止められた。タレントの表現に自由度が増した感があるのは、これだけではない。キンプリのメンバーだった平野は5月22日にグループを脱退。事務所を退場する際、有料ブログに、ジャニーさんごめんね。目標届かなかった。 ただできないと言われたら仕方がない。と投稿。できないと言ってきたのは誰かと論争を巻き起こした。ブログは事務所関係者が目を通しているので平野の表現が物議を醸すことは容易に想像できた。削除されず投稿されたので、タレントの表現の自由度が増した感があります。どう この背景には、時代の流れとともにジャニーズの体制が変わってきたことが一因と言われる。2016年のスマップへの解散騒動の影響が大きかったのではないでしょうか。当時、メンバーには言いたくても言えない雰囲気があり、ファンからは当時の経営陣に批判が殺到。ジャニーズのイメージも悪くなったので、ある程度の自由を容認するようになっているのでは、芸能プロ関係者。 また、ジャニーズはかつてネットの活用に消極的だったが、SNS が世間に浸透したことでなんか、ジャニーズのタレントが SNS で積極的に発信するようになった。性果害問題で揺れる帝国だが、足元では少しずつ変わってきているようだ。東スポウェブ。